どうもアスカナです。前回までのあらすじ。なになに。アスカナハウスでホムパをしようと炙り出しの招待状を用意したイチゴやカナタ。ああ誰も来んかったなと思っていた僕に、カナタは難易度の高いその招待状をさも普通に解読した前田くんから、伝書鳩ならぬ伝書鴨、白い鴨、白鴨が使者となり、カナタの元へ返事を持ってきたと告げる。僕はあまりの衝撃に、ただカナタの話を聞くことしかできなかった。何、アスカめっちゃかっこええやん。なんか、謎解きゲームのあらすじみたいな感じやな。まあ、ちょっとそんな感じやな。な。でさ、カナタ、その後前田くんからなんか連絡あった？ああ、前地からは特になかったんけど、白玉ちゃんがね、白玉ちゃん？え、知らん？伝書かも。白玉ちゃんって言うんやって、本人が言っててん。それでね、なんか前地が手巻き寿司やりたいって言ってたらしいよ。だからいい？ちょっと待って。何？かなた、ん？本人って人じゃないやろ。ああ、じゃあ本鴨？本鴨って言う？そういう細かい話やなくて。いい、大事やん。だって本鴨かタガモが言ったかどうかって。タガモってなんや。え、人間で言うなんか他の人的な。カモ語ではなんかタガモって言うらしいで。え、何、そんなため息俺につけんといてや。いや、つけてないね。何、かなた、話が難しすぎて全然ついていかれへん。あ、そんなこと言ってほんま嫉妬してるんちゃう？はあ？やっぱアスカさん、まだ白玉ちゃんと会ってないからちゃう？なんでそうなんねん。そもそもカモが人の言葉話すわけないやろ。いや、もう分かったって。もう今度白玉ちゃん来たら絶対教えるから。ほんまやな。うん、帰ってアスカさんやでって紹介するわ。頼むで、かなた。また見てね。チャンネル登録よろしくね。たらよろしくね。